はい、次に行っていきたいのがオーディオインターフェースの設定ですね。例えばロジックで歌やギターなんかを取りたいと考えている方だったりとか、スピーカーにつなぎたいと考えている方なんかも、このオーディオインターフェース用意していただくことになると思うんですけども、実際にオーディオインターフェースをですね、この Mac につなげるだけでですね、認識してくれます。じゃあその設定をやってみたいんですけども、ロジックを立ち上げて、この上メニュー、ロジックプロですね、そしてこの環境設定、そしてオーディオというものを選択するとですね、ここになります。今ですね、こう内蔵出力と内蔵マイクとなっているんですけども、ここにですね、オーディオインターフェースが並んでいます。今ですね、Avidのファーストトラックを使っているので、これを選択すると、そうするとこんな感じで切り替わりますので、あとは変更を適用します。これで完了です。ロジックの音自体がですね、すべてこのオーディオインターフェースから出力されることになります。そして Mac の音ですよね、 iTunes だったりとか YouTube だったりとか、そのような音をすべてオーディオインターフェースから出したいという設定も用意されていますので、ここで紹介したいと思います。まずショートカットですね、コマンドシフト、そして U、 これを押してください。そうするとですね、一発でこのユーティリティというフォルダに飛びます。そしてこの中のですね、オーディオミディ設定、これもですね、非常によく使用しますんで、このようにですね、登録しておくといいかもしれません。それではこれを立ち上げてみますと、こんな感じで出てきます。もしこの画面が出てないという方はですね、上メニューのウィンドウからこのオーディオウィンドウ表示というものを選択してください。そして今見ていただくと、この内蔵出力にですね、このスピーカーマークがあります。このスピーカーが iTunes だったりとか YouTube だったりとか、Mac の音をどこから鳴らすのかとなっていますんで、今 Mac の音を鳴らしたいものを選択して、そして右クリックを押してください。そして環境によってはちょっと右クリックできないという方はですね、今後コントロールキーを押しながらクリックすることで右クリックの代わりになりますので、こちらも合わせて覚えておいてください。そうするとですね、このようなものが出てきます。そしてこのサウンド出力装置を仕様にしていただくと、これでですね、Mac から出力される音がオーディオインターフェースになります。そして最後にですね、インターフェースを常に繋いでいない方もいると思うんですけども、この時例えば抜いてみましょうか。自動的に内蔵出力の方に切り替わりますので、こちら安心してください。そしてもう一度オーディオインターフェースを繋ぎ直すとですね、このように出てきて、先ほど設定したものが復活しますので、ここも非常に便利にできているかと思います。これがですね、オーディオインターフェースの設定となります。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。